皆さんこんにちは、マットです。僕は今東京の夜景をバックに首都高に乗ってこのまま常磐道方面でね、まずは大洗に行きたいと思います。はい、ということで待ちに待った北海道ツーリングの幕開けとなります。行ってくるよ東京、いざ北海道へ行くぜ。に到着しました。北海道フェリーはねまるっきり初心者なんですけど、フェリー乗船した後に一番風呂争奪戦をしなきゃいけないっていうのをよく聞きますので、じゃないとめちゃくちゃ混むらしいんですよ。だからねまだ乗船時間まで1時間ぐらい早いんですよね。ちょっと先にお風呂入っときたいなと思って、お風呂入ってからフェリー乗り場に行こうかなと思います。大洗といえばここでしょ、潮騒の湯。よっしゃー、着いたー。なので先にお風呂に入っておきたいと思いますよ。ガルパンおじさんおなじみだよね。さすがに夜になると涼しいですね。よし、これで一番風呂争奪戦をしなくてよくなりましたね。フェリーで、あった、コンビニ、コンビニあったよまさかのセイコマ先取り、エコモートです。まあ知ってて来たんですけどね。じゃあちょっと船の買い出しをしますか。よし行くか。これからねセイコーマートさんにはお世話になる旅なので、大洗で先取りしてしまいましたが、大洗フェリーポート。うお、フェリーでけえな。でかでかすぎでしょ。一番かな、このサンフラワーについに乗る時が来ましたね。間もなくね乗船できるっていうことで10分ぐらい待ってるんですけど、俺しかいね本当に北海道行きのフェリーなのかこれはバイク俺しかいねえや。あのチャリの強い人いますけどね、ママチャリ0馬力1人力のママチャリダーがいますけど。さあいざ行かん北海道。よいしょ、おー怖え怖え。うわ濡れてんじゃん。うわーすごいな、でけえ。おおおお、ジェットコース。よっ。よいしょ。よし、はい、ストップです。はい、ありがとうございます。マグロサイドスタートお願いします。はい、よし、おはようございます。朝です。大洗行きのサンフラワーが見えますね。GoPro で見えるかな。あそこに大洗行きのサンフラワーがいますね。ちょうど今岩手県沖ぐらいなのかな、場所的にはちょうど岩手県沖っぽいですね今。いやー、こんなにでかいサンフラワーの船でも僕は究極に乗り物に弱い人間なので、疲れちゃったで昨日すぐ寝ちゃったんですけど、朝起きたら気持ち悪くなりましたね安定ので。今だいぶねこのアネロンが決まってきてるんでだいぶ楽になりましたけどね。いやマジで乗り物弱い人アネロンおすすめですよ。僕は昔からお世話になってますからね。あの新幹線でもたまに酔う人間だから僕はアネロンが決まってきたところでね、今日はこのまま19時過ぎぐらいに苫小牧港へ着岸しますので、で苫小牧で一泊して明日からいよいよ北海道通開始っていうことで、ほぼ移動日ですね。なのでまたあと10時間ぐらいこの船酔いと格闘しなきゃいけないですけど、僕みたいに乗り物酔い弱い人は必ず酔い止めを持ってきましょう。そしてアネロンがおすすめ。あー気持ち悪い、また気持ち悪くなってきた。よし、お、トルクが欲しい。
わー来ました、来たー、おっと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 、まーす、来ました、北海道苫小牧、ありがとうサンフラワー、長旅でした。いやー、ついに来ましたよ、初上陸です北海道。僕はね、大洗からの深夜便を利用したので、なんだかんだ下船できたの今8時半前ぐらいですかね。8時半ぐらいになってしまって、さすがにこの時間からキャンプをするのはちょっと辛いものがありますので、今日はね苫小牧に宿を取ってあります。北海道初セイコーマートじゃないですか、寄ってきますか。いや、ご飯も買ってかなきゃいけないんでね、ということでね、今日はもう9時過ぎですので、明日からいよいよ北海道通本番です。ちょっと上陸の写真を iPhone でいいや、 iPhone で1枚記念にパシャリと、違うフェリーだけど違うフェリーだけど、さて